おはようございます。カナレットに来ました。今日はスペシャルセットじゃなくてレギュラーメニューのカルボナーラ頼みました。で、多分単品で頼んだの初めてちゃおうかなと思うんですけど、トッピングにキノコが乗ってるんですよね。何でしたっけ、ポルチーニだけでしたっけ。で、なんとこの横にベーコンが添えられてるんですよね。まあ基本カルボナーラなんでこうベーコンは入ってるんですけど、こういう感じでプラスこのカリカリのベーコンが入ってるっていう、なかなかコスパは多分そんな良くないと思うんですけど、パーク内の店なんでなかなかシャレオツなこの添え物かと思います。じゃあまずは一口いってみたいと思います。じゃあこんな感じ。よし、めっちゃ塩辛い。めっちゃ塩味効いてる。基本ベーコンの塩味だけで仕上げるとは思うんですけど、エクストラに塩も振ってるんじゃないでしょうか。あと本場のカルボナーラ仕様かと思うんですけど、生クリームじゃなくて卵だけで仕上げてるやつですね。キノコ、おいしい。こうめくっていくとベーコンがゴロゴロ出てくるんで、相当ベーコンが混入されてると思います。ちょっとこのカリカリベーコン食べたいんで、ちょっとカメラ下ろします。で、カリカリベーコン切ってみました。うん、美味しい。はい、そしてドリンクの方はこちら、レギュラーメニューのドルチェセットについてるヘーゼルナッツカプチーノなんですけど、単品でも頼みました。600円って言ってました。熱いんですよ。この辺はカプチーノなんですけど、上にヘーゼルナッツの粉が、多分生クリームとキャラメルソースかな、これはね、とヘーゼルナッツの粉が散りばめられてる感じで、多分これ混ぜるんやんな、多分ね。まずはちょっと生クリームとヘーゼルナッツだけをいただきます。棒の何人だよ。じゃあ混ぜます。めっちゃ美味しい。混ざるんかこれは。じゃあいただきます。うん、甘い。あ、でもシナモン的な風味が効いてます。はい、ドルチェです。ヘーゼルナッツムースっちったっけかな、とマスカルポーネのアイスクリームで、ここのソースはヌテーラソースとかいうらしいです。ヌテーラっつったらあれやな、チョコレートの瓶に入ってる。まあとりあえずアイスクリーム溶けちゃいますんで、いただきます。普通のアイスクリームに加えてチーズのねっとりした食感が味わえます。ねっとりじゃないな、濃厚なチーズの味わいがあります。これはめちゃめちゃ美味しい。で、周囲にあるのは多分オレンジだと思うんですけど、黒いつぶつぶが乗ってて、バニラビーンズか。でもバニラビーンズにしちゃ粒が細かい、赤い物体があります。砂糖菓子、硬い、歯が痛い。そしていよいよ本命に参ります。じゃあまずは入刀して、あ、これは美味しそう。いや、美味しい。そんなに甘ったるくなく、ナッツの風味がほんわりとしてて美味しいです。なんか前も食べた気がするんですけど、これは何回食べても美味しい気がします。ということで今回は、レギュラーメニューで詰めてみました。美味しかったです。ベリミニ期間の食べるものがもう結構なくなってきてですね、あとはもう予約の必須のやつが結構、っていうか予約必須のやつばかりが残ってて、なかなか予約が取れずにいます。残ってんのはドリーマーズラウンジとエンパイアとカンナの3つ残ってまして、ドリーマーズラウンジはちょっと先予約が取れたんで来週行ってきますが、あとはエンパイアとカンナが取れるかどうか、イベント期間中に取れるかどうかはちょっと分かんないです。あとはハイピのね、ハイピのケーキ、いや、ハイピのケーキはこの間行ったんですけど、夕方ぐらいかもう売り切れって言われまして、まあ、意外と早いんだなと思いました。あ、シェフもう無理だな。シェフ無理だな。っていう感じでした。じゃあまた、バイナラー。